小室圭と真子さんがニューヨークで新生活を迎えていますが、小室圭の代理人弁護士がアメリカでの生活については収入が600万程度だが、アメリカで暮らすにあたってお金が足りなくなることはないと語っていますね。さらに小室圭の再受験については、前回の不合格は学力不足ではないと語っているようです。つまり忖度不足だったと暴露しちゃったわけですね。本当に学力不足でないとしたら、学力以外での問題だということなんで、英語力が問題なのか、人物考査で引っかかったのか、どちらかなんでしょう。確かに人物考査では、いろいろと金銭トラブルとかあって、一応は金銭トラブルが解決した形になっていたから、それで次は合格すると思っているんですかね。ちなみに外国人が司法試験に不合格の確率が高いのは、3ヶ月間しか勉強する期間がないからですよね。外国人は基本的に LLM コースを9ヶ月間受けて、3ヶ月間猛勉強をして司法試験に挑むから不合格になる人も多いけども、小室圭は3年間必死に勉強して不合格ですからね。仮に体調やメンタルの問題だとしても、自分の体調管理の問題だからそれを言い訳にするなら弁護士として失格ですね。体調が悪くても試験の出来が 65% で合格するんだから、全学年で唯一の奨学金をもらえる優秀な学生なら、自分の力の 10% くらいの力が出せたら合格するはずですよね。ちなみに小室夫妻が住む場所は早くも特定されたみたいで、マンハッタンのヘルズキッチン地区であることが判明したようです。ハドソン川が見える場所で、築4年の大型マンションのようです。家賃は54万ぐらいだろうと報道されていて、建物内にスポーツジムや図書館や屋上にはバーラウンジとかも併設されているようです。ただヘルズキッチンとは直訳すると地獄の厨房で、ギャング団の名前から由来しているようです。そんなギャング団の名前を地区の名前にするってアメリカらしいですね。1990年代後半まではかなり治安が悪かったようですが、今はだいぶ良くなってきているようです。通常は家賃の40倍の収入証明がないと借りることができないから、別の人の名義で借りている可能性はありますね。ヘルズキッチンの525ウエストのタコニックという建物のようです。ちなみにここは三井不動産の建物ということだから、日本人のバックアップがあったということですね。ちなみにオークウッドレジデンスも実は三井不動産と関係があるんです。平成12年にオークウッド社と合弁会社を立ち上げてから、サービスアパートメント事業進出ということだから、2つとも三井不動産案件だったんですね。三井家のウィキペディアには3人ほど旧皇族とのつながりがあるから、まあいろいろとつながっているんでしょうね。皇族に貸しを作れることを考えたら、企業にとって数億円ぐらいは安いもんですからね。ちなみに日本に滞在していた時にオークットレジデンス青山に住んでいたことが分かりましたが、ここが来年の2月から10月まで予約不可になっているんですよね。これってもう日本に帰国するつもりなんでしょうね。不合格は想定内なのかもしれません。よく考えてみると試験を受けたというのは NHK しか報道していないんですよね。それで小室圭司法試験 NHK と検索をすると記事が動画付きで出てくるんですが、 NHK も関係者によりますと報道しているんです。つまり NHK ですら自らが確認して受験とは報道していないんです。つまり日本のメディア全体が小室圭が受験していることを報道していなかったんです。 NHK の報道によると、関係者の話によると、小室圭さんは27日と28日にオンラインで受験したということですと報道していますが、昨年の試験はオンラインではなかったので捏造報道になります。ただ NHK が嘘をついてないとしたら、予備試験を受けていた可能性があります。司法試験を受けるには NYLC というオンラインコースを受講して、 NYLE というオンライン試験に合格した人しか司法試験に受ける資格がありません。つまりそのオンライン試験に受験したと報道したのではないでしょうか。ただオンライン試験だから付き人が答えることができるから、ここはクリアしてそうですね。つまり初めてのお受験はまだ体験していないということです。おそらく来年2月に初受験を控えているのではないでしょうか。ただ来年2月に司法試験が受けれたとしても、結果が出るのは早くても5月末ですよね。つまり就労ビザの申請が終わってからということになります。法務助手として就労ビザを申請して、家賃54万のところに夫婦で住みますって、どう考えても就労ビザは通りませんが、まあそこは日本に不利になる契約をアメリカとさせられて、見返りを飲む形で就労ビザも通ってしまうんでしょう。アメリカが見返りを求めずにそんな条件飲むわけがないので、日本にとってどんな不利な条件で小室夫妻に就労ビザが与えられるんでしょうね。それともオークウッドレジデンスでは日本に住む予定の準備もしているから、いろんな事態も想定して予約している可能性はありますね。それにしてもここまで反発がありながらもニューヨークでの生活ということなんで、かなりの忖度がないと無理だということが分かりましたよね。これはもしかして小室マックさんと小室圭が
暗殺される危険もあるのではないでしょうか。日本ではアメリカの大統領以上に SP がついていて、なぜここまでしてニューヨークに行かせようとしているのか疑問でしたよね。でも疑問がたくさん出てきすぎて、黒幕に火の粉が降りかかる前に小室夫妻を消すためだったとしたら、アメリカに行かせた理由がわかるんですよね。しかもアメリカでも三井不動産物件とはいえ、ヘルズキッチンで地獄の厨房ということで、いくら治安が良くなっても、ニューヨークは昨年1月に軽犯罪者を全員解放しましたよね。今ニューヨークは犯罪者天国で、貧富の差がかなり激しくなって、金持ちは狙われやすいし、アジア人も狙われるだろうし、あのアジア人が暴行されたニュースもこのヘルズキッチンでしたからね。アジア人が暴行されてもみんな見て見ぬふりで、それが日常なんでしょう。そんなとこで日本レベルの SP は無理だし、警察も小室夫妻の命よりも自分の命の方が大事でしょうからね。日本だと殺人事件とかあったらかなりいろいろ噂もやばいでしょうが、アメリカだったら日常的に銃の発砲事件が起きていて、殺害されても何の不思議もないですからね。まあ小室圭はいろんな方面から敵を作っているから、命を狙われても不思議じゃないですからね。いつまでも高級な生活保護暮らしはできないでしょう。皇族と結婚するのに親族が母親しか顔出ししてないし、海外メディアから韓国籍だと言われている祖父も顔出しできないし、弟さんも一度も取材には答えてないし、ここまで怪しい結婚は異例中の異例ですよね。まあ小室家もかなりやばいですが、秋篠家も眞子さんの名前の眞の字を作ったり、悠仁さまも通常なら学習院なのにお茶の水幼稚園に特別入園制度で入園させたり、忖度しまくりですよね。しかも佳子さまの学習院大学入学に合わせて大学文学部教育学科を新設させたけど、国際キリスト教大学に途中から栄養入試で入学していますよね。それまで栄養入試では中途の採用はなかったはずですが、これも特例でしょうね。そもそも学習院大学を中退しているのにマイナスなイメージをつけたくないからか、新たな道を進まれるとか、そういう報道のされ方をしていましたよね。まあこういう過去があるから、悠仁さまの進学先も今更学習院というのは難しいかもしれないですね。秋篠家のために新しい学部まで作らされて途中で辞めてしまうわけですからね。しかも立皇嗣の例も存在しなかったのに作らして、皇太子の待遇ということで秋篠家の予算が3倍になったんですよね。まあこの時海外からは祝電ゼロだったから、秋篠家は嫌われてるんでしょうね。それに小室さんのビザ取得にしたって、今年の9月末から12月末までの間だけ眞子さんのために郵送でのビザ申請が作られたんですよね。コロナでワクチン接種率が上昇したこのタイミングで不自然ですよね。まあアメリカ行けると分かった途端に、たくさんの人に見送られたいからあえて日曜日を選択したんでしょうね。それでダースベイダーだからもう間抜けとしか言いようがないですね。ちなみにこの渡米のニュースに JB プレスは結構厳しい記事を書いていましたね。例の10月1日に発表した複雑性 PTSD の設定ですね。小室眞子さんの場合はこの複雑性 PTSD の原因が特定の文字を見ると発症するフラッシュバックとかが挙げられていましたよね。まあ報道によると税金泥棒らしいですが、誹謗中傷と感じられるコメントとかを目にした場合にフラッシュバックで複雑性 PTSD になってしまうようですね。ちなみに宮内庁のスタッフも当然この眞子さんの病気のことは知っていたはずですが、今年の小室文書が発表された時に眞子さんの意向が強かったと憲法違反発言も飛び出しましたね。まあこんな発言すると眞子さんに苦情が行くのは分かっているはずなのに、眞子さんの複雑性 PTSD を再発させて苦しめることが目的だったんでしょうか。ちなみに昨年12月24日号で週刊新潮が報道した小室圭と小室圭さんに美智子様から最後通告として宮内庁長官を動かした記事が掲載されて、これについて事実ではありませんと否定するコメントを宮内庁のページで紹介しています。つまりそれ以外の小室眞子さんの報道については全て正しいということになるんでしょうね。眞子さんは結婚会見で誤った情報が事実であるかのようにと答えていましたが、宮内庁は抗議していません。つまり皇族が事実でないことを言われてしまっているのに、ほったらかしているどころか全部眞子さんのせいだと押し付けて病気を悪化させようとしているわけですね。まあ少なくともアメリカに行ったからってこの複雑性 PTSD が簡単になるとは思えないし、なぜビザが取得できるのか不思議ですよね。まだまだ来年の司法試験までにもいろいろとスクープがあるかもしれませんね。来年司法試験までに控除法が成立するのか、小室佳代さんが逮捕されるのか、仕事を辞めて帰ってくるのか、離婚をするのか、あなたの予想を聞かせてください。皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。